こんにちは、うさぎ男爵です。今日はザスキさんの男の隠れ家を紹介したいと思うよ。その前にね、ザスキさんのお家ブドウがいっぱいなってるんだけど、ほら、スズメバチ、黄色スズメバチって言うんだけど、こいつらがね、今年いっぱい悪さしてるんだよ。いつもはね、熟して発酵したブドウばっかり食べてるんですけど、今年は熟してない、まだね、美味しいの。これをね、ガンガンこいつら食ってんだよ。だからね、今年のね、ブドウは最悪。みんな美味しいのこいつらにこうやって噛まれてんの。どん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 傷んでいくんだ。それでね、食べるにしてもすいません、一つ分けていただいたら嬉しいんですけど、とかいうね、謙虚な気持ちがあればいいんですけど、こいつらね、近づいていったら、俺が見つけたもんお前が寄ってくんなよとか言ってから喧嘩売るんですよ。とんでもないやつだよね。はい、ここから座敷さんの秘密基地。これもね、座敷さん全部作ったの。ちょっと中入ってみようね。鍵開けて入るんだけど、今日はね、データだけ送って、お前声かわいいんだからお前が喋れよ、頼むぜとか言ってね、ナレーションだけ僕頼まれてんだ。ここ座敷さんの秘密基地入り口、ここもまあ秘密基地みたいなもんだね。ここにもブドウがいっぱいあるんだ。これもね、全部座敷さん植えたんだよ。ほら、いっぱいブドウなってる。ここのね、ブドウはね、ちょっと日が当たらないから色が悪いんだ。さあ、座敷さんちょっと映ってるけど、開けるね。ここ、座敷さんが今回作った男の隠れ家。すごいね。全部木が張ってるよね。横は杉板が張ってるんだ。床はフローリング、上はベニヤって言ったけど、これがね、男の隠れ家なんだ。まだね、物は運び込んでないんだけど、そのうちね、机を運ぶとき、僕もきっと呼ばれてね、まあ一緒に運ぶぜ。またカレーライス一杯でごまかせれちゃうんだけど。部屋の中こんな感じ。プラズマテレビ。横ね、これが。ここにコンセントがあって、プラズマテレビの後ろ側にもコンセントがあるんだ。こんな感じだね。あとは、後ろの方に、まだ後ろ行かないかな。あ、横映ったね。プラズマテレビに、下、棚。棚もね、座敷さんが作ったんだよ。これ、カエル師匠のところのね、映ってたの。見かけてから一生懸命座敷さん探して、コンプリートしたんだよ。左から、これが黄色スズメバチだね。で、この中今開けている、入ってるの。これがね、ブランクって言うんだけど、ルアーの元だね。これでイカのルアー作るんだよ。この部屋の中で座敷さん、ルアー作ったり、色塗ったり、くつろいだりするんだ。多分ね。狭いんだけどね。これ、カエル師匠から送っていただいた絵。芸術だね、これは。ブロマイドも一緒送ってきてくれたんだよ。あ、ブロマイドはあれだね、マグカップと一緒に送ってきてくれたんだね。これが釣りの時に使う防寒着。防寒着の後ろにはカエル師匠から送ってもらったマグカップ。まだね、ちょっと暑いからね、扇風機が必要なんだよ、この部屋。エアコンつけたらいいんだけどね。ちょっとね、電源引くのがめんどくさいんだ。エアコンはちょっと電力食うから、ブレーカーから引っ張らないといけないんだよね。さて、座敷さん、この隠れ家で何を作って遊ぶんだろうね。またそれは今度、きっと自分で撮って、また僕にナレーションしろってきっと言うんだ。じゃあね。